親愛なるファイターの諸君、前大会の主催者アントノフに代わり The King of Fighters を開催する。諸君らの参加を心待ちにしている。以上、アナスタシア。速報です。前回の大会から存続が危ぶまれていた The King of Fighters の開催が発表されました。今大会の主催は前大会後に失脚、退職となっているアントノフ氏に代わり、新しく代表取締役に就任したアナスタシア氏となります。すでに世界中のファイターへの招待状は送付されているとのことです。クレメンス・ベラビーのマーシル・メイケン、チャンネルはそのままで。アントノフコーポレーション。ってわけだ。お前もおもり頑張れよ。何がってわけだだよ。他人に押し付けといてそりゃないだろ。やっぱり都会はすごいね。こんなに明るいと眠れないや。よく言うぜ。さっき立ち寝してた。おい、あんたは私がぶっ倒す。それまで他のやつに負けんじゃねえぞ、ヘッドファン野郎。ああ、いきなりなんだよお前。シュンちゃん、いいか、私はな、いつら。ちな、おい、ちょっと待てよシュンちゃん。言っとくけど、リーダーは私だからな。そこんとこ勘違いすんなよ。なんだよ。本当に奴はここに現れるのか。帝国通りに。格闘家たちの全力をかけた戦いの場、交錯する思いが集う KOF こそ、あなたたちがバースと呼ぶものの実体化に必要な力の発生源。バースってあの化け物だろ。あいつは一体。バース、私たちは古くからの教えに従いリバースと呼んでいるわ。本来ならこの世に現れるはずがないのだけれど、アッシュクリムゾンの一件で世界の隔たりに歪みが生じた。リバースの再現は免れない。しかしアンプスペクターの力を持つ者、イスラとシュンエイの協力があれば封印できる。シュンエイ、またシュンエイ。あいつは私がぶっ倒すってんだよ。で、化け物も私がぶっ倒す。頼もしいわね。だけどリバースは倒せない。元いた場所に押し返すのは限界。何にせよ我々の目的に変更はない。バース、いやリバースを排除し事態の収拾を図る。私はあのムカつくヘッドフォン野郎を倒せるってなら何だっていいんだ。分かった、私は残ってもう少し調べる。では手はず通り次のポイントで落ち合おう。イスラ、行くぞ。分かった。おて、命令してんじゃねえよ。リーダーは私だって言ってんだろ。第一、私はあんたイスラ、シュンエ、この世界を正常に戻すため、あなたたちの力、魂があれば、必ず。決まったー！今この瞬間、キングオブファイターズが決定しました！何これ、力が流れ込んで止まらない、制御でき、力が…どういうことでしょうか。チャンピオンやあの怪物が消え去りました。一体何が起きてるのでしょうか。今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。ほとんど破壊する全て本当の名は
KOF 今回も AMBC クレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしました。それではスタジオにお返しします。皆さんさようなら。Battle!